OK かな。行こうか、お散歩しよう。はい、ワドツー。はい、どうも。電波 OK、 行くよ。メモ帳持った？うん、転ばないようにね。お散歩、はい、ワドツー。今日ね、風強いね。のんちゃんこっち側歩いて引かれちゃうから、道路側立たないで。ボキっておるの、うん、この折れたところがかっこいい、うん、でも折れ方によるでしょ、うん、ひざひざになってそこがかっこいい、うん、山みたいに見えたり海みたいに見えたり、うん、でも、のんちゃんが作るクリスタルでかいやつだと折れないでしょ、のりこの力じゃ。切ったら平らになっちゃうじゃん。切って周りの方切って、うん、あとは切って折る。そうギザギザが大きければ大きいほどかっこいいけど、ギザギザが中途半端だったらダサいよね。まあ、のんちゃんの頭の中にはうまくできてるんだろうけど、のりこ天然だからうまくいかない時多いから、俺もなんか作ろうかな。俺もなんか一緒に作っていい、うん、俺もやっていいっすか、なんか興味あるんで。俺も作っていい、俺もやるか、引かれるから。木の粘土のさ、うん、木の粘土の色違いってどういうやつ？和田さんが使ってる木の粘土。あれ 木じゃないよ、あれ。木みたいに見える粘土の色違い。うん、濃い色木材の粘土はあるの。だけど俺があの白いやつ使ってるのはあれはアクリル樹脂だよ。でアクリル樹脂はカラーいろいろあるよ。っていうかあれ上から色塗れるよ。え、何？どういうのが欲しいの？その木の粘土と木の色違いの粘土をこうやってやると、うん、木みたいに作れる。作れるけどね、あれね、コルクだよ、要は簡単に言ったら、うん、だからあれが固まるまで時間かかるよ、うん、まあ全然使いたい素材があったら全然使っていいよ、うん、買ってあげる。これとこれとこれって言ってくれれば、木だけじゃなくて金属でもいいんでしょ、別に。じゃあ俺もなんか作るわ、今日一緒に作ろう。トランプありがとう。年上ですね、はい、年上です。うん、そう、液体レジンが固まるまでどれくらいかかるの？あ、そんなもんで固まるの？あ、何？なんか3日とか4日じゃないの？あ、でも完全に硬化するまでは24時間ぐらい。あ、でもそれくらいで固まるんだ。いいじゃん。それでね、スケボーの板とか作ったらかっこいいよね。マイスケボー。俺らが今買うやつは、あの液体でそう、まあ自然硬化するやつ。
二液性っていうやつを買う。UV レジンとはちょっと種類が違う。でも UV レジンでも外に置いといたら固まる。要は太陽光の紫外線でしょ。そう、うん、若干種類は違うね。これどうしようかな、ペンダント作ろうかな。ピアス欲しいんだよな、ピアス。ピアス作ろうかな。そうだね、焼きもち焼きどころじゃないね。全人類のメスを滅ぼすっていう思想を持ってたからね。はい、こんにちは。みんな、あの全人類の女子が生きてるのは俺のおかげだからね。俺がノリコを止めてるから全人類の女子は生き残ってる。知らなかったの、マリルボン。のんちゃん、じゃあ俺が付き合った時に言った思想を教えてあげて、みんなに。何、全人類の女子を滅ぼす。そう、滅ぼすよ、もうのんちゃん滅ぼすよ。え、言ってたでしょ、怖いでしょ。はい、こんにちは。メスを滅ぼすの、うん、危険思想の持ち主だから。そうだね。命がけでコメントしないと。命がけで、うん、命がけのコメントだから。いないよ。うおー、フラッシュ、ありがとうありがとう。フラッシュありがとう。すげえ、フラッシュ出たよ。フラッシュ、ロイヤルストレートフラッシュが見たいな。ロイヤルストレートフラッシュ20倍。え、20倍。え、ロイヤルストレートフラッシュ20倍だっけ。50倍じゃなかった。20倍か。今フラッシュの5倍が出たよ。すごい。社交心を煽っていく運営。天気いいな。みんなイベント嫌だ。なんで？なんで？ああ。ちょっと頻度が高すぎるよね。月に1回だよね、やったとしても。毎週毎週やりすぎ。そうそうそう、イベント多すぎる。1ヶ月に1回ぐらいの頻度にしないとダメ。高すぎだよね、頻度ね。普通さ、コラボとかイベントって月1回やるもんなのに、さすがに毎週毎週特価引っかいやられたらね、萎えるよね。特別感がどんどんなくなってってる。やる気失せるよね。特別感ゼロだよね、もう。あと、もうそろそろ運営が公式番組やるべきだと思う、うん、ていうかイベントでさ、金投げるのなくなっちゃったっつってさ、俺らみたいな毎日コツコツやってる人がさ、損をする。ていうかね、マジで運営考えてほしいんだけど、俺らのおかげでさ、ああいう小僧たちが稼げるようになったんだから、俺らすげえ広告とか頑張ってるわけじゃん。で、俺らが稼げなくなったらみんな他行くよ。だから金梅さんとかもやる気なくしたり、みんな他行ってるわけじゃん。そう、
なんか俺らにさ宣伝だけ宣伝させてさ有名なサイトになったのにさ何の還元もないとかさ、ちょっとねそこはね考えてほしいよ。だって無料アイテムいくら投げたってさ結局爆投げされちゃったらひっくり返されるんだもん。バランス悪すぎるでしょ。じゃあ金投げてる金持ちのリスナー掴んだ人だけが、そうそうそう、金持ちを掴んだ仮想配信者だけが有名に、なんかいい思いできるサイトにすればいいじゃん。全然俺らのこと守ってくんないんだもん。いやもうこのまま行ったらダメになると思うよ。だって俺ら有名配信者いなくなったら仮想配信者なんか相手されなくなるよ、はっきり言って。昔みたいに戻っちゃうよ。俺らがヒー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 言ってんのも夢がねえよ。だいたい顔がいいだけとか色恋やってるやつなんか大した企画なんかやってねえんだから、うん、もうちょっと考えてほしいね。閲覧持ってる人にもっと還元してほしい。利用するだけ利用されたらさ、それさ嫌じゃん。俺らだって何年もやって知名度上げてきてるわけだから、自分のお客さん抱えてるわけだから、それはねえだろう。俺らは労働者じゃないから労働組合の意味が分かってないんだ。ただまあ組合的なものは必要だと思ってるよ、そろそろタイミング的に。労働組合ではないけど、うん、すぐ消えるよ。3ヶ月だよ、3ヶ月で俺らはずっと食えないままで全然金銭的にいい思いしないんだもん。配信組合は必要かもね。こんだけ売り上げ上がってもさ、リスワンの金額とか上がらないとかさ、あのイベントの金額上がらないのはちょっとおかしいよ。まあでもいいんじゃない。いや爆投げしてるじゃない、運営について。運営について、運営のその有名な馬主に対する扱いについてだね。まあでも離れてってるから現実もうダメになってきてるよね。もう俺も嫌気がさしてきたもん。なんか閲覧20のやつとか100万稼いでたりとか。いや本当だよ、俺らがいるからね、ああいうカソナムヌシが成立してんだから。うん、いや寒いな。寒いよ。寒いね。てかもともとキャスの人だからね。キャスに帰ったっていう言い方が正しいよ。キャスに帰ってるんだよ。それは応援してるリスナーさんも同じこと思ってるでしょ。だってマンスリーの上の方にいるやつなんか知らない無名のやつばっかりじゃん。これねシステムの構造に問題があるんだって。頑張るモチベーションが湧かなくなっちゃうよこれね。えマフラーないとね。いや寒いよ。ダメだよね、よろしくない現象。はい解放お疲れ。
い、お疲れ、ありがとう、ありがとう。いや本当だよね、本当だよね、うん、のんちゃん来たよ今日、アーティストのりこ、アーティストのりこ、ありがとう、リュンヌさん。今日はのんちゃんが一段とキョンキョンに見えるって、うん、ほらほら、うん、そうですね、ほらヤバゾーにサービスして、何ヤバゾーがこう言ってくれてんのか、メッセージをしないと、チュッチュヤバゾーチュッチュってカメラ目線で、ヤバゾーチュッチュヤバゾーよかったね、ヤバゾーのりこの大ファンだからほらのんちゃんがテンション上がった。寒いな。うん。ありがとうトランプ。はい、わどつ、ありがとう、シャメがありがとう、うん、うん、あー、とんでもないです、とんでもないです、とんでもないです、ありがとうございます、とんでもないです、とんでもないです、ごめんなさい、あのいつもお世話になってるのにこんな形でしかあのできなくて一緒に頑張りましょう、ありがとう、カード、のんちゃんはなんであれ作りたいっていうその動機みたいなものを教えてよ、のんちゃん語って、はい、のんちゃん、ちょっと待って、これを持ってればいいの？これを耳につけるの。右の逆。これで、うん、のんちゃんがなんでああいうアートとかをやりたくなったのかを言うの。あ、のんちゃんはあの、ま、マイクここだから離れないよ。こんな感じ。樹脂の作品を作ってたの。樹脂っていうのはポリエステル樹脂で、うん、なんていうのかな、FRP の作品。もともとそういうアーティストだったんだ。そう、 FRP の作品を作ってて、うん、で、まあ、同じような樹脂作品を作ろうと思って、うん、あれを作りたかったの。もともとはそっち系だったんだ。そう、あ、パソコンのやつもそうだもんね。うん、もうその作品は残ってないの？残ってることは残ってる。そのパソコンはある。あ、あれあるんだ、うん、これあれ一番好きな作品、うん、ということでインタビューでした。はい、はい、もともと樹脂系のアートをやってたんだって。樹脂系のアートを、サミいや、俺アップルストア行きたいんだよね。あのもう携帯で配信できなくなっちゃってるからバグるから、あの iPod Touch 買おうと思って、あ、3万ぐらいで売ってるから、 iPod Touch だったらあれで配信やろうかなと思って。まぶしいな、おい、逆光で何も見えねえよ。炎上します。
まあね。ありがとう。俺座れて。トランプありがとう。なんで置物が作りたいの？指輪とかペンダントじゃなくて、なんでオブジェなの？アクセサリー作っても使ったりしない。ああ。今度アクセサリーつけないもんね、うん、そっか。オブジェは部屋に飾るの？すごい人いっぱいいるね。ポケモン GO かな。ポケモン GO っぽくないこれ、うん、なんかバージョンアップしてるでしょ、ヨドバシカメラ前。みん絶対ポケモン GO でしょ。違うかな。あ、ポケモン GO だわ。みんなんかすごいポケモン GO やってる人いっぱいいるから、なんか新キャラアップデートされたでしょ。みんなポケモン GO だとこうなるんだよね。みんなやってるもんね。なんだろう、新しいキャラアップデート。今日なんかリリースされたポケモン GO。 ヨドバ、うん、あ、よかったじゃん。調子どう？体調良くなってきた？そうなんだ。いや、ポケモン GO みんなやってるんだよ。ヨドバシカメラ前。バッチリ。よかったね。痛くない？大丈夫？心臓を牛と取り替えたんでしょ？そうですね。タムタム牛と心臓を取り替えたんだよね、確かね。そうだよ、タムタムの心臓今牛なの。でかいけどさ、うん、空も飛べんだ、うん、今だから心臓は牛、体は人間の牛人間状態。タムタム、いや違うの、心臓を牛に変えたって言ってなかった？はい、こんにちは。違うの、牛人間じゃないの？多分。そうそう、慶応。そうそう。ああ、そういう話だ。おお、どうもリリさん。ありがとう。今日天気バリバリさんだね。石原良純のテンションが上がってるはずだよ。ありがとう、トランプ。バッチリ良くなってきたか。よかったよかった。トランプありがとう。
サンキューサンキュじゃあもう東急ハンズ入るから、音だけにしますね。盗撮になっちゃうんで、ちょっとここからラジオでお楽しみください。人多いな。あれラジオになんない？あ、なった。寒いな。いや、東急ハンズ行く。楽しみよ。ありがとう。サミ、音は聞こえてるでしょ。大丈夫でしょ。国民のために税金を使うという政治が行われては都合の悪い人たちがいた。これは自分たちのために税金を使っていた人たちです。特権を守ろうとしていた政治家です。はいはい、寒い。手袋欲しいな。そのアクリルのさ、液体のやつは売ってるの？売ってるの？アクリル、あのレジンのその液体は。世界堂になかったら行こう。世界堂だったらあるでしょ。あれはもともと何に使う用のレジンなの？ああ、フィギュアを作るんだ。さあ買い物だ。電波なかったらごめんね。家帰ったら配信するから。のんちゃん、あとご飯だよね。あー、あったかい。
いや新宿活気がすごいな、人がすごい、人ばっかりだな。100均便利だよね。いや何でも100円で手に入るってすごいよね。いややばい、人が多い、人多すぎ、やばい。なんかキム・ジョンイルみたいな髪型になってるの。大丈夫かこれ。大丈夫。横がボフってなってる。ヘッドホンつけてたからだ。そんな時間って流れてたんだ。やばいよ、黒電話みたいな、黒電話みたいな髪型になってる。シャア着いた。シャカウゾウのりこなんかやってるの。あ、帽子売ってるな。ちょ帽子見せて。え、これおしゃれ、かっこいいな。え？何？エレベーターそこじゃないよ。6階。うん。いやだから人の話聞いてねえな解放。いやいや解放がバカだから。何年やってんだよ配信な。バカすぎる。バカすぎて呆れるよ。そうだね、スーパースターだからね。いやもう配信、本当に配信者かよと思う発言が多すぎるんだよ。そういうとこだよ。いやいや、さすがにさ、リスナーに言うんだったら分かるけど、俺、なんだろう、お前本当に配信やってるのっていうところが多すぎるんだよ。バカだろ、こいつ。マジでね、イロハを叩き直さないとダメだと思う。何回だっけ？ 6? バカすぎる、底抜けのバカだからな。あとお前さ、ツイッター見てたらお前師匠多すぎねえか。ちょっとお前そんな師匠多すぎるんだったらお前別に他行けよ。お前本当にお前師匠多すぎるんだよ。お前師匠多すぎ。え、首だ、首だよ、首かも。うん、小島グランプリもなんか師匠とか言い始めたからもう恥ずかしいわとか思って。波紋だよ波紋。お前小島グランプリと俺同列にすんのと思って、恥ずかしいよね本当。弟子が師匠のブランド壊すとかも聞いたことねえよ。え、電波あんの？大丈夫？電波ある。電波ある、大丈夫。師匠って何人も作るもんじゃねえかんな。あ、ここ。電波ある、みんな。電波あったら手挙げて。ピアス。切れる。電波ある、うん、まずのんちゃん。あ、俺もさ工具とかあのシルバー用の見たりから、あれ、あのカゴお願いしていい？カゴ、カゴ、そこ のんちゃん筆とか見ていって、で必要なものニスとかあるから、どれくらいの大きさのとかは分かんないから、のりこの感覚だから。あとは
いやもう本当に本当に。え？何が？ニス？ニスこの辺でしょ。店員さんに聞きゃいいよ。あれ手袋、そういえばさ、髪染める用の手袋いっぱい持ってなかったのりこ。あれない？バケツはこういうのじゃないの？これじゃないの？そんな大きくなくていいけど、うん、それでもいいかな。うん、ちょっと俺いろいろ見て回っていいの？のんちゃん、うん、木もあるね、大丈夫だね、俺も作るから。プツプツしたら教えて。プツプツしたら、俺も買わないといけないものいっぱいあるんだよな。ハンマー、鉄のハンマー欲しいんだよな。こんにちは。うわ、これめちゃめちゃ欲しい。え、嘘、すでにプツプツなの？マジで？すでにプツプツなのか。素敵な画像ありがとう。2回途切れた、マジか。今大丈夫？ありがとう。リュウグウ靴綺麗だよね。いや奇跡だよ本当に。生で見たらもっと綺麗だよ。どうしようかな。必要なものがいっぱいある。今安定してんの？いいよいいよ、全然いいよ。みんなが買ってくれたカメラだから、みんなの写真だから。あ、いいよいいよいいよ。ツイッターに上げてんのか、自由に引っ張っていいよって言ってるもん。みんなが買ってくれたんだから、みんなのおかげで写真撮れてんだから、いいんだよ、それくらいさせてよ。自由に、自由だよ自由。プツプツか。じゃあさ、一旦切るわ、みんな。一回切るわ。